さまざまなジャグラーが集まるこのジャグラー王国、計100代。私の弟子勝則は、すでにアイジャグの6を掴んだようだぞ。飛行もそろそろいつものようにはいかんのじゃないかね。どうする王子か。なんだ、つまらんな。何？てめえが相手じゃなかったのか。拍子抜けだな。そうかそうか、そう思ったか。ついてこい。は？いいからついてこい。ロスしたくねえんだから。わずかな時間だ。すぐする。ち、なんなんだ一体。で、なんだっつんだてめえ。どうけさ。この通りだ。勝則に負けてやってはくれまいか。は？ざけんなよおっさん。何を言い出すかと思えば。いや、負けろとは言わない。一進一退のいい勝負を演じてくれればいいのだ。君の実力ならば可能なはずだ。本当のことを話そう。君の顔を見た瞬間、すでに気づいてはいたんだ。この店のジャグラー王国の出玉記録のみならず、この町のあちこちのパスの点でその名を刻む王子、それが奇行だということは、今の勝則はまだ若輩。君に勝つなどということは望むべくもない。ここは一つ彼の成長のために人肌脱いではくれまいか。叫んなボケ、話にならん。実は今日限りで俺は奴の前から消えるつもりだった。そんな日に貴子に出会えた幸運を生かしたい。今日という日はいわば奴の卒業式。言い換えれば卒業試験の相手をお頼みしたいだけだ。我ら指定最後のこの日、せめて今日だけ手を抜いてやってくれぬか。だとしても貴様、なぜそこまでする。私の息子がもし生きていれば、ちょうど勝則と同じくらい。彼は私の息子も当然なのだ。このくらいのこと、息子のためなら当然だろう。なんてこった、そんな裏事情が。分かったよ、乗ってやる。合社感激。王子さんにも人の心があったのか。よし、移動するぞ。そのアイムはお前にやる。悪くねえ台だぞ。どこに移動するつもりなんすか。ないぞ、出ない。ジャンキージャグラーっていうか、今何かボソボソと。まさかそのジャンキーにアドリブ発動っすか。この島のジャンキー6台のうち、アキダイは2台。そのうちの今日全然回ってない方じゃないっすか、それ。しかもジャンキーはアイムと比べると全然設定判別要素少ないし、いくら機械割り高いって言っても、なんでそのジャンキーに。謎の台にわざわざ移ることで、あの弟子君にアドバンテージを与えたってことか。師匠、見てください。あいつジャンキーの63番なんかに移りましたよ。俺が一箱リードしてるから機械割り高い台に移ったんでしょうけど、自殺行為っすよ。王子君、感謝する。人のことはいい。貴様は貴様の台を全力でぶん回せ。ラジャー。ロット、いきなり来た。このまま奴を突き放すぜ。現在の武道確率は 6.03 分の1っす。化け確率は 254 分の1っす。現在6の数値をも超える絶好調ぶりであります。なんだあの野郎、速攻でペカらしてやがる。負けるかよ。熱くなってきた。これだ、これこそわしの望んだ空気だ。勝則よ、この空気の中から何かをつかみ取れ。そして羽ばたくのだ。素晴らしいぞ王子君。君の導きによって今勝則はメキメキと。ぬう。お
なんだかすげえぞこのジャンキー。で王子さん、やっぱあん時アドリブを。まだまだこれからだぜ。あいつあのジャンキーがなぜあんなに吹いてるんだ。へい、前を見るんだ。回せ、引け、感情を見せろ。くそ、またか。何連チャンしてんだあいつは。なんだやつの引きの強さは。王子くん、例の約束は覚えているんだろうね。ああ、覚えているとも。十分手抜いてやったつもりだが、何か文句あるか。アイムを捨てて正体不明のジャンキーに移っただけでもありがたいと思えよ。それにしてもそのジャンキーは6じゃないか。違うのかね。かもな。ねえねえ、こやつ。 PM10 時、勝負あったな。や、破れたか。おい、あんた、そのジャンキー狙って座ったのかよ。当たり前だ。この店は各島に必ず1台は6を入れる有料店となれば、一島10台中6台のこのジャンキーにも6が入っている可能性はあるということだ。このジャンキーの島は6っぽい挙動の台がなかった。そして回ってないジャンキーが2台。そうなればかけてみる価値は十分にあるはず。確かに普通に打つなら設定判別しやすいアイムだろうよ。だが勝負となれば話は別。おっさん、卒業試験とかなんとか言ってたが、あんたが落第だ。この俺の実力を知りながら何ら適切なアドバイスもできんとはな。そんなポンコツコンビはとっとと解散すべきだな。いや、もともと今日で最後ということだったが。え？解散ってなんすか、師匠。勝則、お前も分かっているはずだ。俺はもう一日打ち切るだけの体力も技も衰えた。お前に指示を出すので手一杯。それにこの王子の言う通り、もともとお前にパチスロを教えられる器ではなかったのだ。そんなことはない。勝則よ、そんなことはないと言ってるんですよ。師匠、俺にはまだまだあんたが必要なんす。俺のそばにいてほしいっす。勝則、何水臭いこと言ってんすか。師匠、二人でこの王子とかいう男をギャプンと言わせましょうよ。勝則よ、いいのか、こんなわしとで。師匠と一緒だったからこそ今までやってこれたんす。これからも頼んますよ、勝則。王子さん、一体この茶番は。おい、こら、ふざけんな。三文芝居は店の外でやれ、ボケ。あんたの言う通り、確かに俺らぬるかったっす。でも俺、師匠ともっともっと打ち込んで強くなります。そん時は正々堂々勝負受けてください。よろしくお願いします。勝則よ、いつの間にこんな大きくなりよって。一切断る。二度と面見せんな。うそ、ひでえ。待て、待ってくれ。はい、どうチャンネル登録といいねで